Bonjour à tous. Donc, supersolis.com est très heureux de vous accueillir pour avoir des informations sur vous. Alors, première question, c'est les 10 millions de jeux Naruto qui sont sortis. On imagine que c'est un grand événement. Alors, à ce propos, on a appris que Matsuyama-san, vous allez courir. Il va courir en avril sur Paris. Alors, pourquoi et qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Voilà. よく知ってるねよ。はい、まあ、今回ね、我々10年やってきたナルトのゲームが1000万本超えたんで、まあ、それを記念してね、4月15日にここパリで行われるパリマラソンに私がこうやって、まあ、皆さんに感謝の気持ちを込めてね、走りますよ。で、まあ、ちょっと完走するのがね、今回目標なんで、途中で厳しくなったら影分身の術で何人かにこう分かれて走ろうかなって思ってます。On va parler de du Naruto, du prochain Naruto, Generation sur Xbox 360. Alors, on a été super surpris de l'épisode précédent, Ultimate Ninja Storm 2. On se demande comment vous allez faire pour faire un épisode encore plus fidèle à un manga. Comment vous allez procéder et surtout, est-ce qu'il y aura des réelles nouveautés par rapport à l'épisode d'avant ? はい、今回のジェネレーションはね、やっぱストーム2おかげさまでワールドワイドで今130万本、出てて、たくさんやっぱ高い評価をね、世界中からやっぱいただいたんですけども、我々はそれをね、やっぱ超えるべく今回のジェネレーションの開発を発売して1年半ぐらい経ってね、世界中からやっぱたくさん要望をいただいたのが、もっともっとやっぱナルトのたくさんのキャラクターで遊びたいっていうのをやっぱ一番にもらったんで、今回は過去最大の少年編と疾風伝のやっぱ最新のやっぱキャラクターっていうのが一堂に対して最大の70名を超えるキャラクターが登場する大ボリュームの作品が完成しました。しかもあと2つねやっぱポイントがあってね、1つはストーリーモード、今回ねストーム2のそのアドベンチャーモードとはちょっと違うんだけども、今回やっぱ対戦特化型ナルティやから新しいストーリーモードを用意しました。そのストーリーモードにはスタジオピエロ書き起こしたね65分を超える新作のアニメーションも入ってるし、10人以上のキャラクターにスポットを当てて一人一人のやっぱ物語っていうものをやっぱ独自の視点でしっかりとやっぱ原作とやっぱオリジナルのやっぱ視点っていうものを描いて楽しめる、ストーリーモードになってます。もう一つポイントとしてね、まあ、最後のポイントなんだけども、今回ね長く遊べるナルティにするためにバトルシステムを改良したっていう、新しい変わり身ゲージの導入とコンボキャンセルシステムっていうのを導入しました。長く遊べるようにオンラインモードでサバイバルモード、そして、カスタムランクマッチ、そしてトーナメント、こういうオンラインモードで長く遊べるための新しいモードっていうのを今回実装しました。Avez-vous des titres prévus sur PS Vita? Vita ね、まあ開発の研究はずっとうちしてるから機材はあるからね、まああるんだけども、今のところまあちょっとお客さんのね、まあ要望が Vita に多いようであればちょっと考えていきたいなって思いますけども、今のところはちょっと Vita で発売する予定はないですね。Est-ce qu'on vous a demandé d'autres projets de jeux vidéo sur des mangas réalisés de la même façon que les Naruto?まあ、そういう要望は、まあ、日々要望はもらいます、いろんなメーカーさんからも、まあ、けど今のところナルト以外の、アニメコンテンツ のゲームを作る予定は、うちにはないですね。なぜならばナルトが一番好きだからです。 Autre question sur un autre jeu, Azura's Wrath, par Capcom.On se demande, après avoir joué à la démonstration, évidemment, il y a beaucoup, la chronique a été défrayée au sujet des actions contextuelles. Je pense que des QTE, Quick Time Event, QTE, voilà. Alors, pourquoi faire un jeu de combat? Donc, faire un jeu de combat, beat'em all différent, on comprend. Pourquoi le faire par une majorité d'actions contextuelles? En tout cas, c'est ce que montre la démo.アストラスはね、今までのやっぱうちで作ってきたゲームのどの、作り方でも違うし、まだ世の中にないシステムを導入してるんですね。それはアクションゲームを楽しむっていうことよりも物語、ドラマを楽しむっていうことを中心にした新しいシステムのゲームっていうことです。
あのゲームシステムが先にあって、それに合わせて物語を作っていくっていうのが普通のゲームの作り方なんだけども、今回は逆で、あの物語を作って、それに合わせてあのアクションだったりシューティングだったり QTE だったりっていう、あの最適な物語に合わせたゲームシステムっていうものを入れてるんで、あのまあ感じ方によっては QTE が多いって感じるかもしんないけども、それは物語が中心にあるから、今までに誰も体験したことがない物語力っていうものを存分に楽しめる作品になってると思います。Pourquoi avoir réalisé les animations à la main et non pas par exemple avec des motion capture comme il se fait comme ça se fait très souvent? あのモーションキャプチャーをね、うちはゲームのモーションではいつも使わないのよ。例えばナルトのようにね、あのアニメのような動きができ人間にできるかとできないし、アスラみたいに腕が6本の人がいればモーションキャプチャーできたかもしれないけどね、なかなか探したけどいなかったから、だからね、うちはいつも手付けでやるのよ。Petite question, évidemment, est-ce que CyberConnect 2 a des projets pour l'avenir? Est-ce qu'il souhaiterait, est-ce que monsieur Matsuyama souhaiterait nous en parler brièvement, bien sûr? Top secret! いやまあね、まあ、キンキンだとアスラとこのジェネレーションが、ありますけども、その後にまた新しいプロジェクトを今年は、いくつかあの発表できると思うんで、まあ、それはねちょっと楽しみに待っててほしいなと思います。今年のあと2つぐらいは発表できると思いますよ。Et pour terminer, on aimerait entendre peut-être une petite pensée en français de Matsuyama-san. Voilà, quelque chose, un mot français. Oh, じゃあ、世界中のファンの皆様に、1000万も皆さんのおかげで、突破することができました。Merci beaucoup, だってばよ。Merci beaucoup.